こんにちは、6メガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。今回からブレードの動画シリーズ、難しい編を始めていく。随分時間かかったな。俺にできることとできないことを考えていてな。どういう動画にするかかなり考えてた。今までのように脳特殊武器脳ダメージでいくんじゃないのかしら。それをやろうと思ったらどうしてもセントラルミュージアムというでかい壁が立ちはだかる。なので今回は普通に特殊武器も併用したプレイでいくことにした。やはりそこが鬼門か。とりあえず現状可能なところから持ちうる手札を全て使ったプレイでまずはやっていこうと思う。まずは鉄板のヤンマークステージからだ。そういえば明確に最初からヤンマークって初めてかもね。では、行ってみることにしよう。まずは普通に脳特殊武器でのクリアを目指す。今回はどういう装備なのかしら。おなじみの機動力パーツ回転 Z とアルバスだな。雑魚敵スルーしてる。検証してわかったのだが、やろうと思えばモンバイドだって全て無視できる。鮮やかにナイトメアインセクトを処理していくわね。無敵時間も攻撃判定も全て活用しているね。改めてマッハダッシュの強さを思い知らされるぜ。ちょっと今ヒヤッとしたわ。なんかいろいろ追ってきてるけど全部無視してて草。改めて機動力の高さというものを思い知らされるぜ。難しいだとここも配置増えてるんじゃないかしら。手早く処理すれば何も問題はないさ。うまくヒットしてくれたな。ナイトメアインセクトに対し方をしてない。そもそも論としてステージが短いからな。ボス戦はどうなるかしら。難しいのヤンマークの変化はヤンマーオプションの弾がある程度こちらを狙ってくることだ。なので難易度普通とは違ってきちんと回避を意識する必要がある。マッハダッシュの見せ場だね。ヤンマーク本体の行動は一切変わらないのね。とはいえ一応フォーメーションファイナルには警戒をしなければならないな。さすがにギガアタック使うの早いんじゃないか。せっかくだからリミットパーツも有効活用したってな。ヤンマーオプションがこんな風に敵を狙うシステムもついてたらどうなってたかしら。チャージヤンマーオプションがこれと似たような感じになっていると思うぞ。さてせっかくだからウェポンリカバー使って。これってナメク？冗談きついな。全力で戦っていると言ってくれ。というわけでまずは無難にヤンマーオプションをゲット。さすがに戦い方が少し変わってたね。それじゃあ次行ってみることにしよう。というわけで初っ端からヤンマーオプション全開でいく。飛ばしてるわね。なお今回は少しでもプレイの負担を減らすため、ヤンマーオプションは連射パッドで自動発射させている。常に全方向に向かって攻撃しながらこの機動力を生かすってすげえ状態だな。いいことばかりでもない。倒すべき敵が知らないうちに倒れていたり、状況によってはモンバイドのガード解除ができなかったりするからな。だがこういう戦い方をすれば何も問題はない。本当にモンバイドをスルーし始めたわ。モンバイドスルーの最大の難関はここだな。着地位置がなかなか安定しない。と言いつつあっさり成功させるわ。見て、いや結構リトライしてるからな。ウェザーアナライズのコアが壊れてないわ。ブレードの欠点の一つだな。複数の攻撃方法を同時に使うと全てヒットしきらないことがある。今のモンバンドまでスルーできたのか。倒すのが難しければスルーすればよいのさ。マリーアントワネット的な発想だわ。ちなみに今のところはヤンマーオプションを使わなくとも、チャージセーバーがモンバイドを貫通してギリギリ届くので、特殊武器がなくてもスルーは可能だったりする。ブレードアーマー本当に尖ってるアーマーだわ。だからギリギリだ。それは考え方によっては他のアーマーが尖ってないみたいな感じになるんじゃないか。他のアーマーだって尖っているさ。チャージ攻撃の火力という共通の尖りがある。ブレードはそことは別の方向に尖りきっている。だからギリギリだ。シベロハン先生、2回目の気に入った。処女後の汎用性高いわね。ここでギガアタックを使う。こんなところでか。ここはシーアタッカー SP とウイルスが2体いる。すべて同時に相手にはできないから、シーアタッカーだけでも先に倒しておこうと思ってな。よし突破だ。脳特殊武器の鬼門になりそうだね。何回か突破できているが、どうしてもウイルスの動きのランダム性に左右されるのが辛いな。ここでもモンバンドは無視なのね。ここのモンバンドはその気になればダッシュジャンプでも無視することはできるのだが、
確実な突破を目指すならやはりマッハダッシュを使うといいな。まるでついでのように倒されるもん。バンド、ガード硬いんだから永久にガードだけしてればいいものを。それじゃ他のアーマーがクリアできないわ。冗談だよ冗談。それじゃあタートロイド、今回もお相手願おう。一応ウェポンリカバーも使っておく。ギガアタック必要になるか。使えそうなタイミングで使っていきたいところだ。というわけでまずはヤンマーオプションを使って高速でコーラのコアを破壊する。あとはひたすらチャージセーバーを使う。ボス戦でダメージを与えるときは波状攻撃の意味ないの辛いね。おまけにヤンマーでのダメージよりチャージセーバーでのダメージの方が大きいから、ダメージを与える段階になると邪魔になることもある。まさに一長一短という感じがするわね。メニュー開いて切り替えればいいんじゃね。動画のテンポが悪くなるからなるべくメニューは開きたくないんだ。あーなるほど。そろそろフィニッシュだな。倒しきれてないわ。距離が近すぎたなぁ。根元だとダメージが低い。でももう終わるっしょ。そういうことだ。腕は衰えてないみたいだね。暇があればとりあえず動かしていたからな。完全に中毒だわ。またゆるりと作っていくぜ。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。